YouTuber、専業4年で芸能人愛用の高級車をついに購入、不安定な職業だと理解していますが、TBS のバラエティ番組、林先生の初耳学、日曜50.00などに出演し話題の人気の YouTuber セゴリータ3世が、8日までに自身のインスタグラムを更新、メルセデスベンツの G クラス、ゲレンデを購入したと報告した。 チャンネル登録者数は21万人でガジェット系の動画を配信しているセゴ。その豊富な知識と話術からバラエティ番組などにも出演している。セゴは7日、自身のインスタに専業 YouTuber となって4年目に入り、ようやく車を買いましたと喜びいっぱいの写真を添えて報告。購入したのはベンツのゲレンデです。 YouTube だけで生活できるようになりたいという目標とともに、いつか乗ってみたいと思っていました。ゆっくりではありますが、少しずつ前進しています。これも視聴者の皆様のおかげです。いつもありがとうございます、と感謝を記した。YouTube にもメルセデスベンツのゲレンデを買いました。 木村拓哉さんや広瀬すずさんなど有名人が多く乗っているモデルです。メルセデスベンツメルセデスベンツ G350D と題した動画を投稿。起業して1年半、まだまだこれからです。不安がないと言えばもちろん嘘になります。不安定な職業だと理解しています。だからこそコツコツ前向きにゆっくり着実に頑張ります。 今後ともよろしくお願いします、と呼びかけた。私のチャンネルを共有して購読するように。